安倍総理大臣は参議院選挙の結果を受けて憲法改正の議論をすべきという国民の審判は下ったと強調し野党側に議論に応じるよう求めました憲法改正については少なくとも議論すべきという国民の審判は下ったと思います野党の皆さんにはこれまで以上に憲法審査会の開催と 憲法改正議議案に向けけたた論を呼びかけたいと安倍総理は、憲法改正の発議に必要な3分の2議席の確保について、新たな政党や国民民主党にも憲法議論に前向きな人はいるとした上で、与野党の枠にとらわれず、3分の2の形成に向けて努力するという考えを示しました。 また、自衛隊名義などを盛り込んだ自民党の4項目の改憲案についても柔軟な議論を行っていくとして国会での議論の中で修正する可能性を否定しませんでした。